大きくなりましたね。パンパンでしょ。すごい大きくなった。そうそう、これ2倍ですね。うん、ちっちゃいんですよ、本当に最初は。使ってるお水は全部長島の。長島の水です。地下水、天然水。地下水でしょうね。うん、長島って、ね、水が多いところなんですよ、実は。いろんな水が、滝水が。その地質に詳しい人が言うには、阿蘇とか霧島とか、その水脈とつながってるんですよね。26ぐらいですね。多くの味噌屋さんが大豆を茹でるっていうことを、大豆に火を通すって使ってるんですけど、蒸すことが一番いいんですよ。大豆で茹ですぎると、茹でてくるんですよね、栄養。美味しいの作ろうと思ってるじゃないですか。そうですよね。そう、確かに。そう。これは何ですか？これはね、大豆をミンチにする機械なんですよ。お肉専用なんですよ。肉用ってやっぱり、あえてこう肉用を選んでるんですけど、肉用って、ね、熱を出さないようにするんですよ、肉が悪くならないように。はい、でそれってどういうことかというと、回転数とか力が強いってことですよね。それでも、ね、やっぱりちょっと蒸し気とかありますよ。あ、そうですね。そういうのたまにと。このサイズがちょうどいいですね。そうそうそう、お肉用の。そうなんですよ。蒸し食いもチェックできて、ここでまた一手間かけて、うん、This is the final process of miso making. We're gonna mix with curry and this mashed soybeans and in warm salt water. もうここから先が真水っていうのが良くないんですよ。カビの元になるので、なるべく手を洗うときは塩水っていう決めてて、防腐剤がね、やっぱ入れない分、こういうところがね、大変なんですよ。なるほど。やっぱ殺菌もされますし、昨日説明した塊を残すのがいいって言ったところなんですね。 You see this beast growing inside?これと食べてください。これですか？これです。Wow, you want me to eat this? おいしい。なんだろう、この味。ね、なんか旨味の凝縮したもの。味の素じゃないけど、なんかすごい味がすごいする。こうお菓子で食べれますよ。うまいっすよね。美味しい。Push the air out.これ表面はなるべく平らな方がいいですよね。平らですね。Is that okay? 表面、これはカビ防止のための。じゃあこれで全工程が終わりました。はい、3日間ありがとうございました。すごい楽しかったです。楽しかったですね。うん、まあ、3日間ね、一緒にやるってことはほとんどないですよ。うんうん、この最後の工程だけ一緒にやるみたいなのは結構あるんですけど、楽しかったです。すごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。一生忘れないです。お店楽しみにしてます。あ、そうですね。はい。